東京 FM で月曜から木曜の深夜1時に放送のラジオの中のバー東京スピークイージー。今回のお客様は女優の唐田絵里香さんと剛力彩芽さん。ここでは東田さんが長与千草役、剛力さんがライオネス飛鳥役で出演したネットフリックスシリーズ極悪女王の撮影裏話を語りました。極悪女王は出演者の見る目が変わる作品。剛力極悪女王に出演した人の印象ってきっと変わるよね。みんな、ユリアン、レトリーバー、ちゃんも父ちゃんも、こんなお芝居ができるんだ、ここまでやったんだ、っていうのを見た人は本当に感じると思うから。唐田、そうですね。剛力自分はアクション作品をもともとやりたかったんだけど、もっとやりたくなったし。唐田、もっと見たいです。剛力、ははわら。唐田、姉さんの凄さは、今私が一番わかっているというか。本当に、すごい、としか言いようがないですね。剛力、嬉しいわ、ありがとう。唐田、姉さんのドロップキックだったり、ジャイアントスイングだったり。いろんな技を見てほしいです。